今回は視聴者さんの質問にドラゴン細井がお答えします。質問その1、医者の中で若い人と年配の人に、ね、対する医療って分かれると思うんですけど、やっぱり僕はまあ塾講師やってるのもあって、若い人の人生をより素晴らしいものにしたいなっていう気持ちがあったからですね。基本的に病気って年を取ればなるものなので、まあ、例えば小児科とかそういうものを除いては、言うなれば20代30代って基本的に病院には行かないじゃないですか。風邪ひいた時ぐらいしか。じゃあどこ行くのって、まあ、当たり前ですけど美容外科とかね、美容皮膚科とかそういうところには行きますよね。今後残った50年60年の人生をやっぱ華やかにしてほしい、まあ、そういう科っていうのが美容外科美容皮膚科だと思うですね。まあ、その年代の人たちを相手にしたいなと思ったのがやっぱりきっかけかなと思いますね。あとは美容外科以外の科は、まあ、自費診療ではなくて保険診療なので、やっぱりその国が7割支払ってくれるビジネスなんですね。で、もともと自分はそのビジネスは結構好きだったので、国に守られたビジネスではなくて美容外科自費診療っていう、自分でちゃんとマーケティングとかブランディングを行っていくっていうビジネスをやりたいなと思ったのが、まあ、美容外科に進んだ2つ目の理由ですね。なるほど。お金は基本的に投資にしか使わないです。浪費とか消費っていうのは、まあ、ほとんどしないですね。結局消費って、まあ、ほとんど僕にとっては快感を生まないというか、例えばすごい美味しいものを食べるとか、まあ、無駄にね何か高いブランド品を買うとかっていうのは、こうあまり個人的には全然こうハッピーにならないわけですね。それはなんでかっていうと、すごい刹那的なものだからであって、持ってる自分の資産がさらに何か大きな資産を生み出してくれるような、こうわらしべ長者的なお金の使い方がやっぱりどっちかっていうと好きなんで、まあお金があったら例えば不動産だったりとか、まあ、今回みたいにクリニック開業するだったりとか、まあ、そういった風にどん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 投資を進めていくっていうのがお金の使い方としては好きですけど、多分こういうことを聞かれてるんじゃないと思います。まあ基本的にそのお金は何に使ってんだろうな。やっぱりなんかこう面白いものには使いますね。まあ最近ですとね、そのクマクッキングさんのね、あの T シャツを20万で落札したりとかっていうのがあったんですけど、これは面白いというか、いい自分的にはお金の使い方だなと思うんですけど、多分周りの人からするともう本当に無駄遣いというか、自分としてはやっぱりそのクマクッキングさんっていう自分よりもまあ大きな YouTuber さんが、まあそういう風に企画としてまあやったイベントにまあ乗っかって、やっぱりその自分がね、まあ偶然そのお胸バストコンプレックスに対する治療をしている中、ああいう風にバストをね、まあ、うまく使ってブランディングというかマーケティングされているクマクッキングさんの商品を買うっていうこと自体が、こう一つすごい物語として素晴らしく完成されてるなと思ったので、自分は買ったんですね。これとかこうビトンのとかね、こう持ってるんですけど、もうボロボロですね。これ多分もう10年ぐらい使ってるんで、しかも買った時も中古で買ってますから、もうブランドものは中古で買うって決めてるんで、新品で買ったことないですね。こういうのもそうですね、多分アウトレット品とかがヤフオクに出てたんで、サイズがあったから買っただけであって、そうポケットがあった感じ。例えばこの手帳ケースがヤフオクとかでもう結構使用感ありで3000円とかで売ってたりするじゃないですか。普通に全然名もないブランドのが3000円で売ってるじゃないですか。バインダー付きだったりね、2,3000円で売ってるじゃないですか。だったら物がいいから、もともとはだって5万ぐらいするものですから、それを3000円で買った方が俺は得があると思います。そうなんです。だから要は安くなっていれば買うし、安くなってなければ買わないと。だからブランド物の価値って結局その売った時の価値が本当のブランド物の価値だと思ってるので、新品で要はルイ・ヴィトンとかの本店とかで買ったら、こんなの本当にね、まあ10万近くするかもしれないんですけど、それってそこで買った価値じゃないですか。けどそれを売った時にいくらで売れるのかっていうのが本当の価値だと思うんですけど、あ、時計ですね。そうですね、この時計は結構すごい高いんですけど、これもなんで買ったかっていうと、これは買った値段より高く売れるからなんですね。つまり投資なんですよね。だからこういう希少性の高い時計とかには、まあ、お金を使うことあるんですけど、これお金使ってるようで別に使ってないんですよ。だって結局売ったらトントン、あるいは高く売れるので、結構ねこの時計をいいのしてると、なんかこう視聴者さんとかから、あ、あれなんどこどこの時計だとかね、金持ちだって言われるんですけど、多分お金持ってる人ほどちゃんと売る時のことを考えて物買ってるんで、その贅沢をしてるっていう感覚はなくて、売った時に利益が出るとか、売った時にトントンだったら買う、だったら体験してみるっていうのはありかなと思うんですね。ありがとうございます。